ん？なのこれ。文字を消した跡がわずかだが読み取れる。自分を捨てろ。ん？これあれか、ソウ君が自分で書いたやつかな。ソウ君多分ここで最初の試練があったはずなんだよね。ホエミーからその説明を一通り受けるっていう。これソウ君のメモっぽいよね。あ、こんなんもあったんか。いや、すげえ、いろんな要素ある。ちょっと見逃してるとこいっぱいありそうだな。ひなぴよの巣。わあ、あった、履修者のディスク F。 なんかどっかでもう一枚あったんだよなと思ってたんだけど、やっと見つけたわ。これや、これ。じゃあ、犠牲者のディスク F を見ましょうか。はい。犠牲者のディスク F を見てみよう。パソコンは映像を読み込み始めた。助けて！誰だ？お？なんだーい。すごい、逆に人形側っぽいような見た目の服装だけど、この方も犠牲者なんだね。なんかパン屋さんみたいな帽子かぶってるけど、いや、すんごい苦痛に歪んだ表情してる。やだやだやだ、どうして、なんでこんなことしなきゃいけないの、どっちが正解なんてわかるわけないよ、無理だよ、撃てないよ、こんなの。映像はここで終わっている。これも最初の試練の映像か。ひどすぎる。なんでこんなこと考えられるんだ。分かりきってたはずだった。相手が悪魔のような連中なのは。それでも、こうして見せられると。逃げられるのか。こんなことをさせる悪魔たちから。逃げ延びてみせる。彼女の無念は、私が。うわあ、とんでもねえ映像だったな。これは隠し部屋に置きますわ。隠されてて欲しかった、本当に。いやでも、うん。こういうね、要素もちゃんと回収できてよかったです。ってことで、じゃあ、メインゲームの方に戻りましょう。情報をコメントでくださってありがとうございました。銀の言う通り、ナオちゃんはメダルをほとんど持ってなかった。サラちゃんから身代わりを取り上げるなんてできなかったはずだ。じゃあ、一番可能性が低いのは、ナオってことか。待ってください。こんなの、おかしいです。ナオ姉ちゃん。可能性なんて、あやふやな言葉で。私を殺すんですか？お願いです！もう一度話し合いを！そうだね。議論は終われないよ。貴さん、何を言うかじゃ！一つ思い出したんだ。誰でもメダルを手に入れる方法があったんだよ。ソラさんならわかるよね。メダルを手に入れる方法。レコさんの遺体。レコさんの遺体からメダルを奪うこと。さすがだね。なお姉ちゃんがそんなことするわけないじゃん。でも、
確かに私が遺体を調べた時、メダルはなくなっていた。そして、嘘の間をよく調べてたのは、ナオさんだ。いや、ナオに限った話じゃねえ。全員がメダルを手に入れられるってことじゃねえか。つまり、身代わりの可能性は全員にある。最後は信用勝負だね。こうなると、最後の行動が鍵になる。ね。5回目の交換の時、それぞれ何をしていたのか。それって、メインゲームが始まる直前は、身代わり、見つかるといいね。進展。5回目の交換の時の、そう、カンナ・ナオの行動で判断するしかない。階段に座って、ずっとこれまでのことを思い出してました。勝者の間でずっとパソコンをいじってたよ。信じてくれるかな。カンナは、特に何も、ぼんやりうろうろしていただけです。誰か3人の行動を見てた奴はいないぜよ。俺はしのぎ刑事と瓦礫をどかしていた。三人の行動は見ていない。僕、他に出口がないか、ずっと一人で探索してたな。これで、スマホだよね。あれだ、アリスさんから引き出すか。一秒たりとも休まず、瓦礫をどかしてたんだ。俺が証明できるのは、しのぎ刑事のアリバイしかない。スマートフォンだね。バカなことは。そう、君はどこかで察してたんじゃないか。だからカンナちゃんへ投票させようとしていた。うるさい。それしかカンナちゃんの生き残る道はないから。僕は。待ってください。カンナの話をよく聞いてもらえますか。進展。5回目の交換でカンナは自分のカードとサラさんのカードを入れ替えました。ここまで来たね。カンナにもわからないんです。確かにサラさんのカードを交換したはずなのに、身代わりじゃなかった。ありえない。カンナは何を言ってるんだ。全部本当なんです。信じてください。とにかく話し合ってみるしかない。カンナの発言について。進展。僕はバケツオーナー信じられないわ。嘘をついて混乱させようとしているんだにゃ。つうか、カンナが交換する相手を間違えただけなんじゃねえか。特殊な事態が起きて役職が消滅したとか、ありえないかな。マシンエラーよ。パッドが壊れて交換に手違いが起きたんじゃないの。まさか、ソウさんが役職カードそのものをハッキングしたのでは。わからない。何を信じたら。今おまわりさんたちに心の真実までは見抜けない。なら客観的事実を見つけ出すしかないかもね。事実を引き出そう。これが真実よ。真実は意外とシンプルなのよ。それだ。あった。一つの可能性が。ソウさんのハッキングとは別の可能性。確実に行われたもう一つの不正。フロアマスター、ガシューの不正。え？なんでして？メインゲーム前のホエミーの言葉を思い出してください。ガシュー聞いてるか？貴様、大変なことをしてくれたな。貴様は、明らかな不正を犯した。メインゲームの根っこを揺るがす、
大きな不正。それほど大きな不正なのに、これまで全く実態が見えませんでした。ふん。そして今、私たちを悩ませる不可解なカードの動き、この問題こそ賀集の不正ではないでしょうか。ガンナを信じるならそれしかないぜよ。カニヒゲジジイがカードの動きを操作したってことにゃ。でもそんなのフロアマスターさんにとって何のメリットがあるんですか。それは何らかのメリットがある。だからこそ賀集は議論を強行した。なるほどね。目的がはっきりすればわかるかもしれない。誰に身代わりを移動させたのかがね。ふん、的外れの推理ですな。こんなことに時間を使ってよろしいのですかな。ガッシュ、不正をしていないというなら約束しろ。はい。フロアマスターの規約を私は知っている。もし私たちがお前の不正を暴けば、このメインゲームはノーカウントだ。24時間後に再度仕切り直しを要求する。何でも知っておいでですね。さすが地動院サラ様。約束も何も、私は規約通り役目を遂行するのみでございます。うわ、マジでよ。言ったわね。24時間あれば脱出の計画も立て直せるわよ。でもいいのですかな。証明できなければ他の推理をする時間がなくなるだけですが。大丈夫。私たちが紡ぎ出した新たな可能性、この仮説は賀集へ向けてのものじゃない。総さん、真実を話してください。もう一つの可能性は、総さんが役職カードをハッキングしたかどうかです。この真相が分かれば私たちは戦える。全員で力を合わせて延命を勝ち取るんです。カンマ。はい。本当に君は身代わりを持っていないの。大丈夫です。カンナは本当に身代わりを持ってません。そっか。僕は役職カードにアクセスしていない。ハッキングなんてしていないんだ。ソウさん、これが嘘偽りない真実だよ。サラさん、いいかい、こうなったら騙し合いはやめだ。僕らの手で賀集の不正を暴く望むところです。これは運命の転換点。疑心暗鬼にとらわれていれば決してたどり着けなかった道。全員が信頼し合い、誘拐犯と真っ向勝負する道だ。力を合わせて賀集の不正を暴くんだ。進展。ここ何回聞いても熱い。カード交換の不正、賀集に何らかのメリットがあったんだ。殺したい人間に身代わりが行くように仕向けたのかもしれないな。逆に賀集には死なせたくない人間がいたとは考えられねえか。残された手がかりに答えはないのでしょうか。根本的な問題だけど、そもそも身代わりは誰の手にも渡ってないんじゃないかな。ここからの議論はなるべくカットしないでやりたいな。いやー、だってね、このゲームの展開自体が今もうめちゃめちゃ熱いじゃん。もう先は分かってるんだけどさ、ここの展開すごい、何回聞いても何回見ても激アツだから、セリフが変わってるところだけ抜粋するっていうよりも、このお話の流れで分かってた方がなんかやっぱ熱い気持ちになれるんじゃないかなと思うんで、ここからはね全部読んでいこうかなと思います。じゃあ引き出しますか。殺したい人間に身代わりが行くように仕向けたのかもしれないな。考えてみれば、賀集があいつに恨みを持つには十分すぎる理由がある。
脱出計画を企て、フロアマスターとしてのメンツを潰したからだ。それって、日よりそうよ。いや、そうじゃなかったらさ、え、カンナちゃんに身代わり持ってないのって確認する意味ないでしょうがよ。ソウ君は持ってないよ。まさかと思うけど、実はガシューが味方だったとか、不正を暴かせてメインゲームに終止符を存在になりたがってたとか、そんな話ありえないか。身代わりを持った人間は高い確率で死んじまう。だからガシューは不正を働いたぜよ。あいつは死なせたくないから、身代わりを他の奴へ移動させちまえってな。そのあいつというのは、決まってる。本来なら最終的に身代わりを持ってたはずの人物、カンナぜよ。これまで見た証拠品の中で不正に関係するものはないんでしょうか。そんなものあるのか。ない。いや、証拠品には何も。そうですよね。すべての証拠品について話し合いましたし、議論に出ていない新たな証拠品が出ない限りは手がかりなんて。まだ使われてない証拠品か。ガシューの不正とは身代わりを消滅させることだった。まあ、まずありえない話だけど可能性の一つだよ。ガシューとホエミーの対立は何か奇妙だからね。うん。で、何を使ってないかって、これかい。これだ。これまで使われていない手がかりなんてこの名簿しかない。なんだか見覚えがありますが、僕が一回で見つけた破れた紙にそっくりだよ。ただこんなものが何の役に。なぜそんなものを。え、ホエミーか。やつめ、内部資料を参加者へ渡すなんて。内部資料だって。ガシュ、一体この名簿は何なんだ。何でしょうね。こっちが名簿の意味を分かってないことを察したか。よくやったよ、サラちゃん。え？今ガシューを出現をした。ビビったんだよ、君に。何のことやら。とぼけ方はカイの方がよっぽどうまいね。一体この紙がどんな意味を持つのか見当もつかない。だけど謎を解く価値はある。時間がねえぜよ。この名簿の怪しい部分を徹底的に話し合うんだ。進展。4枚綴りの紙で1枚につき4人ずつ名前が載ってますね。俺たちの名前の他に聞いたこともねえ名前が結構載ってるぜ。あれ、この名簿名前順ではないみたいですね。ちょっと待って、参加者の中に名前が載ってない人がいるよね。名簿、何か思い出しそうにゃ。名簿を確認したくなったらおまわりさんに言ってね。一緒に見てみよう。ここだね。インくんが5人乗ってないって言ってて、4人の名前が乗ってないってソウくんが言ってるから、ここです。ソウさん、今なんて言いました。え、4人の名前が乗ってないって。なん、カイ、ソウ、クギエ、ジョー、ナオが乗ってないから。あれ、5人だわ。あれ、急いでて数え間違えたかな。ごめん。サラ、今はそんな小さい問題つついてる場合じゃないぜよ。いえ、今の間違いは些細な問題ではありません。なぜソウさんが間違えたのか、そこが重要です。ガシュ、デスゲームに巻き込まれた参加者の数を教えてくれ。20人でございます。名簿に書いてあるのは16人。乗ってない5人を足したら21人になってしまいます。
一人多いだと？どういうことにゃ？黒板の名前は20人ぴったりだったわ。なら今度は紙の名簿に載っている名前を黒板と照らし合わせてみればいい。黒板の名前はこうあって、まず名簿に載ってない海総国江城直の5人、その5人を取り除く。1枚目、4人とも名前がある。2枚目、これも同じく4人とも名前がある。3枚目、これも。4枚目、あれ、月見真、この人だけ黒板に載ってないにゃん。導き出した。21人目の人物。どうなってんのよ、こいつ何者なの？月見真が何者か。仲間のうちの誰か。ちょっと落ち着け。それってつまりどういうことだ？偽名？誰かが偽名を使ってると考えれば、そうか、月見真は仲間のうちの誰か。黒板の名前を偽名に書き換えたんです。そんな。なるほどね、面白い。その線で推理すると、月見真はすでに判明してる。なんですって？サラちゃん、整理しよう。紙の名簿が全て本名だとしたら、本名が判明してない人がいるよね。名簿に名前が載ってない人たち。紙の名簿に書かれていない海総国江城直のうちの誰か。そういうことさ。なら5人の名前について話し合ってみるぜよ。進展。私は本名です。三島先生からずっと直さんと呼ばれていましたよね。僕だって本名さ。景品交換所にも僕の名前が書いてあったでしょ。国江はカンナのお姉ちゃんの名前です。ジョー兄ちゃんが偽名だったらサラ姉ちゃんにすぐバレてるにゃん。カイの名前はパソコンにあったメール送受信記録から本名で間違いないはずでよ。名簿を確認したくなったらいつでもおまわりさんに言ってね。ほい。どうしたんですか刑事さん。いや、あまりに平然と嘘をつくから感心しちゃったね。嘘なんて。サラちゃん、景品交換所を思い出してみて。景品交換所、あれ、思い出した？顔写真はあるけど名前なんてどこにもないんだよね。は、そうだっけ。ちょっと勘違いしてたよ。そう。一体君は何を怯えてるんだ？怯えてる？ソウさんが？真実を語ると言ったじゃないか。共にガシューを倒すと。俺たちは仲間だ。信用してみなよ。そう。いや。月見真君。ソウさんが月見真。僕だって、みんなを、信用したいよ。でも、僕は、ソウさん、何か言おうとしてるんだ。だったら、私が引き出す。任せろり。しゃあ。ソウさん、今こそ本当の自分をさらけ出す時です。僕は、僕の本当の名前は、月見真だ！全部教えてやるよ。その名簿の秘密も。知ってるにゃん！その名簿は、僕が最初の試練で手に入れたものと、全く同じだから。なんだって？教えるぜよ！一体この名簿は何なんじゃ！
デスゲーム参加者の勝率表だよ。左に意味不明のパーセントが記載されてるだろ。それがデスゲームで最後まで生き残る勝率なんだ。バカな、なぜそんなものがわかる。名前がレコになってるよ。レコさんはもういないんだ。アリスさんなんだよ。それは人工知能でテストした、私たちの人工知能を使ってテストしたんです。そうさ、データ上で数えきれないほどデスゲームのテストプレイを行ったんだ。どれほど正確なデータか嫌になるほど僕は説明を受けた。そして見てしまったんだ、自分の数値を。 0% 確実な死だ。僕はこのデスゲームを絶対に生き残れないんだ。だから自分を捨てるしかなかった。死にたくない。震えが止まらない。僕は殺される。多数決でみんなに選ばれて殺される。そんなの嫌だ。おーい、やあ。光に照らされた影が話しかけてきた。いきなりだけど、君は多数決って知ってる？彼は僕に語りかけ、追い込んでくる。それじゃあ、行くよ。あ、痛い。やめ。数は力だよ。弱い君は強い者に取って食われる哀れな羊。死ぬのが嫌なら、変わることだね。僕は、月見シーンを捨てたんだ！ソウさん。なぜ、日和ソウを名乗った？知り合いなのか？どうかな？なんだどうかなって！いや、マフラー、え？たまたま同じマフラーってわけじゃないでしょ？知り合いだからその同じマフラーつけてるんじゃないのかなって思っちゃうんだけどな、違うのかな？いやはや、なんとも胸を締め付けるお話です。しかし皆様、時間切れになってしまいました。時間切れ？すみません。間もなく投票の時間なんです。ちょっと待つぜよ！せっかく議論が！進んでおりましたか？私の不正など関係ない話ばかりです。名簿の秘密が明かされて、何の進展がありましたか？それは。月見神、名簿についてこれ以上の情報はないのか？知ってたら、今さら隠さないよ！サラちゃん、他に不正を証明する道具はないんですか？不正を証明する道具。重要な証拠品が、あります。お聞きしましょう。どれですか？え？残念ながら、証明できそうにないですね。そんな、もう、無理なのか。これ以上は、どうすることも。え、あそこでアイテム何か選んだら何かあったりしたんかな？え？いや、でも全部多分無理だと思うんだよな。諦めるのか、サラ！僕は、黒板を書き換えた。それに、モニタールームの、自分のモニターを破壊した。全部話したよ、誓い通りに。だから、救ってくれよ。勝ち取ってくれよ、延命を。当たり前です。感じる。ソウさんから私への信頼を、本当の絆を、
当たり前です、ソウさん。ソラ、これがラストチャンスだよ。不正に繋がる何かを死ぬ気で考えるのよ。みんなで考えて勝つじゃん。サボんなよ、インキャー。あ、わかってる。みんな、理論は確実に進んでいる。この名簿の謎を解き明かすんだ。答えの先に不正の正体がある。信じよう。最後の話し合いをどうぞ有意義に。進展。